今はもう見られないんだな。あの名作も、この名作も。お、どうしたの？今日はマリサが荒れる日なの？別に荒れてるわけじゃないんだが。いや荒れてるね。私の目にはわかる。いや、放送禁止になったドラマを思い出してな。昭和世代が見てたようなドラマも今は見られないのが多いんだ。ああ、再放送が難しかったりパッケージ化も難しかったり。そういう作品もあるよな。ということで、第231回、放送禁止ドラマ談義。そんなにやってない。一作目は、エコエコアザラクだ。なんか聞いたことあるようなないようなタイトルだな。同じタイトルの漫画があるんだ。お、漫画原作系ドラマなのか。古賀新一原作のホラー漫画だな。週刊少年チャンピオンで1975年9月から連載開始。いつまで連載してたの？1979年4月までだ。結構ロングヒットだね。単行本も全19巻出てるし、チャンピオン黄金期の作品の一つだ。そんな作品のドラマ化がどうして放送禁止になったんだろう。焦りなさんな。まずはあらすじとか概要から語らせてくれ。別に焦ってないけどね。黒魔術を使う若い魔女黒いミサが奇怪な事件や人の闇に関わる話だ。面白そう。ドラマはテレ東テレビ大阪で1997年に放送されたぜ。制作はギャガコミュニケーションズ、映像制作はつぶらやだ。つぶらや、これは期待できそう。主人公を演じたのは、佐伯ひな子。ふむふむ、最高のハマり役と言われてたぜ。そんなになのか、ドラマはちゃんと面白かった？ちゃんと面白かったぜ。原作から変えてる部分もあるが、しっかりと実写化されてた。題材的に実写にしやすいのもありそうだしね。それもあるし、つぶらや制作だけあって映像のクオリティも高い。どうしてそんな面白いドラマが放送禁止になったの？神戸連続児童殺傷事件のせいだ。ああ、年代的にそうか。1997年2月から5月にかけて発生した少年犯罪だな。かなり有名だよね。5人の小学生が被害を受けて2人が死亡。二人が重軽傷を負うという事件で、犯人は事件当時中学3年生。被害者が幼いことも、犯人が幼いことも話題になったよね。子供がこんな悲惨な事件を、という方向でよく語られてたな。で、当時はこの事件の影響で色々な表現に自主規制がかかった。やっぱりクレームが来るのかな。その通りでな。エコエコアザラクもクレームで？ああ、事件を思い出すとか、不謹慎だとかの声が殺到したらしい。まあ内容的に学生が怪奇事件に巻き込まれたり起こしたり、心の闇を書くという側面で結構繊細な話もあったしな。無理もないという感じなのかな。そして全26話を予定していたが、テレ東では18話で打ち切りになった。テレ東では？犯人逮捕後、テレビ大阪と地方局では最終話まで、放送されたことも一度はあったからな。だけど、再放送とかはされないだろうね。まあ映画化は何度もされてるけどな。二作目は、伝説の教師だ。タイトル的に学園ドラマなのかな？コメディ学園ドラマだぜ。コメディなのか。主演は？松本人志と中井正宏のダブル主演だ。絶対面白いじゃん。松本人志は原案も手掛けてるな。この頃からそういうのやってるんだね。放送されたのは2000年だが、主に大人に受けてたな。昭和の親世代に人気だったんだね。当時の平成生まれの子供たちにとっては刺激が強すぎる部分があったからな。コメディなのに。このドラマはいじめ問題や死生観、性や少年犯罪なんかの、シリアスなテーマも取り扱ってたんだ。コメディなのに、あらすじはどういう感じ？教師としての熱意を持てずにマニュアル通りにしか処理しないような、典型的サラリーマン教師のため全く成果を上げられない風間大輔。そういう先生いるよね。その風間が担任する2年 D 組は荒れ果ててしまうんだ。これはなんとかしないと。そこで学校側は立て直すために風間を副担任に降格させて、過去にいくつもの荒れ果てた学校を立て直してきた伝説の教師、難波二郎を呼び寄せるが、難波はとんでもないデタラメ教師だった。というようなお話だぜ。つまり、風間と難波がはちゃめちゃやる感じ？まあ大体合ってる。難波が松本人志、風間が中井くんだ。中井くんって中井くんってイメージだよね。難波は破天荒教師だが、考え方も割と尖っててな。教師なのに尖ってるのか、いや教師だから尖るのか。尖ってる教師結構いたよな。いたいた。難波は中途半端な正義が一番の悪だという考え方をしている。まあわからなくはないよな。というか正直よく理解できる考えだわ。例えば捨て猫に餌をあげるとして、飼うわけじゃないのは残酷だなと思う。野生で生きていくのが難しくなるのに、飼うとかもしないというな。まあよくわかる論理だな。ただ、難波は教育者としては大きくモラルを逸脱する言動が多い。でも、それで問題を解決しちゃうんでしょ？
それがお決まりの流れだな。そしてそれに振り回されながら風間は感化されるんだね。そういう感じだ。すごく面白そうだけど、放送禁止な理由はやっぱり、扱うテーマがシビアすぎたことだ。ですよねー。いじめ問題だけならまだ、学園ドラマにはお決まりの要素として、見逃されていただろうね。ただ、死生観や少年犯罪は少しシビアすぎたんだよな。かなり扱いが難しいテーマだよね。うまく扱ってはいたが、敏感な人は世の中大勢いる。クレームが来たりしてなかなか再放送されなかった。パッケージ化も最初の VHS 以降は全くないな。パッケージくらいはいいんじゃないって思うけどね。出演者の許可取りが難しいのではないか。コンプライアンスなど、今の時勢には厳しいのではないか。事務所間で揉めているのではないかとかいろいろ言われてるな。だけど真相は？公式は特に何も言ってないからわからん。ただ、めちゃくちゃ面白いし名言もたくさんあるからまた見たいな。例えばどんな名言があるの？友達という言葉は、相手の欠点10個言えて初めて使え。とかが個人的には好きだぜ。おお、欠点を知り認めることって確かに重要だよね。シリアスなテーマだが笑いもあるし、感動もするし今こそ再放送希望。3作目は、お金がない。すごくシンプルでわかりやすいタイトルだ。小さい弟たちを抱える貧乏男の成り上がりを書いたドラマだぜ。これはオリジナルドラマ？オリジナルだ。今はもうオリジナルドラマって本当に見なくなったね。まあ少なくなったな。これが放送されてた当時はむしろオリジナルの方が多かったが。これはいつ頃放送されてたの？1994年だな。結構昔なんだね。まだ衣装や髪型、社会人描写にバブルの名残があるぜ。まあ年代的にそうだよね。主演は織田裕二だ。織田裕二だー。主人公の萩原健太郎は、小さな町工場で働く25歳の青年だ。亡き親が残した多額の借金を抱え、とても貧乏な暮らしをしてる。親の借金か、大変そうだね。幼い二人の弟やいい友人に囲まれ貧乏ながら楽しい暮らしだった。もっといい仕事したりとかは？健太郎は学もないからな。なかなか難しいのか。ある日給料日に町工場が倒産し、給料も受け取れず。借金取りに取り立てに押しかけられ、家賃滞納で家も追い出される。やばすぎる状況じゃん。そして再就職先を探し、幼馴染の紹介で、大手外資系保険会社のビルメンテ会社に転職するんだが、あることをきっかけにしてその超大手外資系保険会社に、転職することになり、成り上がっていく話だぜ。面白そう、主人公優秀そうね。優秀には違いないんだが、一般的な優秀社員とは違う感じだな。何がどう違うの？取引先の人を見て、相手にとって何がいいのかを考えて動く感じ。あと、体当たりで何かをすることがすごく多いんだ。少し破天荒だが、だからこそ大胆な仕事ができ、成功する。いいじゃん、そういう主人公私は結構好き。だが、これも再放送とかは厳しくなってるんだ。どうして？高木沙耶さんが出てたからだな。その女優さんがどうして問題なの？沖縄県の自宅で大麻を所持したとして大麻取締法違反で逮捕されたからな。ああ、なるほどね。脇役なら登場シーンだけカットしたりメイン回だけカットしたり、そういう対処もできるが、メインだったのか。最初は主人公にツンケンしてるが、途中からいい理解者になる役だぜ。めっちゃいい役じゃん。だからこそ再放送はしにくく、実際全然されていないんだ。DVD はあるが、配信もないしな。今見るとしたら DVD をレンタルするしか方法がないんだね。成り上がりの果てまで書いてるし、コメディタッチで楽しいから、簡単に見られないのが残念だぜ。4作目は、リップスティックだ。1999年放送のドラマで、オープニング曲が有名だな。どの曲？レベッカのフレンズだぜ。おお、かなり有名な曲。どういうお話なの？少年鑑別所職員の有明は、傷害事件を起こして収容された早川愛の担当になる。厳しい規則に縛られて暴力的なリンチが横行する所内で、愛は同室の少女たちと友情を育み、過酷な現状に立ち向かうんだ。少年鑑別所って結構珍しい舞台だね。有明は愛の心の傷に触れて次第に彼女に惹かれていくぜ。王道といえば王道だよね、この展開。一方男子等には悪魔的カリスマを持つ牧村が収容されていてな。彼に援助交際をさせられていたアンナの心の呪縛を解こうとする。教官の火災の苦闘も書かれていくというようなお話だ。少年鑑別所に入ってる子たちの心の傷や闇と、それに苦悩する大人たちを書いたお話なんだね。その通りだぜ。かなり面白そうだけど、過激そうだね。まあかなりシビアなテーマを取り扱ってはいるよな。脚本家からしてそういう作風だし。脚本家は誰なの？野島伸司だ。ああ、聞いたことがある。
暴力暴言でマルプ、いじめに障害者自殺など、人間社会の闇を過激に取り扱う作品が多い人だな。以前はラブコメをよく書く人だったが、どうして過激な作風に？過激な作風の高校教師が成功したことがきっかけだ。それでそういう作風になったのか。以前このチャンネルでも扱った聖者の行進もこの人だな。ああ、だから聞いたことがあったのか。本作も野島脚本が大いに活かされてる。つまり過激描写が多いんだね。見る人によっては本当に辛くて見ていられないほどにはな。特に暴力シーンが多い。だから放送が難しいのかな。それもあるが、それだけじゃないぜ。それだけじゃないの。出演者の石田一生が大麻 LSD 所持などの大麻取締法違反で逮捕された。また薬物か。しかもメインキャラの火災役だから放送自体が難しくなった感じだな。メイン級だとどうしようもないね。だからか99年に VHS が出たが、DVD は出てない。再放送もされないし DVD もないのか。ただフジテレビオンデマンドで全話有料配信はされてるぜ。ネットなら問題ないということなのかな。5作目は、それが答えだ、だ。これもシンプルなタイトルだね。1997年にフジテレビ系列水曜劇場枠で放送されたドラマだ。お金がない、と同じ枠だな。タイトルもなんか同じ匂いを感じるね。本作のジャンルは音楽ドラマだ。音楽なのか、私音楽ドラマ好き。海外で神が宿ったと評された世界的マエストロの成瀬のぞみが、コンサート中にオケのメンバーから演奏をボイコットされてしまう。え、やばすぎるでしょ。その責任を問われて解雇され、山小屋にこもってるんだ。まさかの山小屋生活。時折マネージャーと酒屋の出前が来るくらいで他に人は来ないし、一年以上も仕事がない状態だぜ。一気に落ちぶれたなぁ。酒屋の出前は地元の中学教師で突然オーケストラ部顧問に就いた。第一教師なのに、もちろん音楽のことはさっぱりだ。ただピアノが壊れてることに気づき、成瀬を楽器屋だと勘違いして、修理を頼みに行くんだ。で、修理後に試しに弾いた曲に学校中の人々が魅了され、そこから学校を中心にしてまた音楽に向き合う話なのかな。そんな感じだ。落ちぶれた天才音楽家の才気と音楽を教わる子供たち。いろいろな側面から音楽に向き合う人を描くようなストーリーになってるぜ。めちゃくちゃ面白いんだよな。のだめカンタービレのルーツとかクラシック音楽ドラマの原点とか、いろいろ言われてるドラマだ。のだめ？どうしてルーツだと言われてるの？俺様キャラが強烈だったことやこれまでクラシックを扱う作品が、少なかったことなどが理由だろうな。なるほど、クラシック音楽系の漫画やドラマって珍しかったのか。言っても今でも割と数自体は少ないけどな。まあテーマ的に難しいからね。主演は当時2枚目を多数演じてきた三上博史。体育教師役は萩原正人だ。怪獣とか赤城とかの人だ。平成生まれ的にはそのイメージが強い俳優かもしれないな。あと、藤原竜也のデビュー作でもある。そうなんだ、今や人気俳優だしすごいなぁ。ファンからしたらデビュー作がお蔵入りというのはしんどいだろうな。どうしてお蔵入りになったんだろう。生徒役で出てた元ジャニーズジュニアのこの不祥事が原因だという説が有力だ。どういう不祥事なの？99年に傷害の容疑で逮捕されたという不祥事だ。ああ、直接的な被害者がいるタイプか。こういう事件があるとそりゃ難しくもなるよね。当時のスポーツ紙によれば、中学校の不良グループに所属して教師に対する暴行を繰り返してたそうだ。そして、この元ジュニアの子は首謀者かどうかは不明だぜ。事件の動機は何だったんだろう。音楽鑑賞の校外授業を欠席扱いされたことに腹を立てて、らしい。おう、それで音楽ドラマがお蔵入りになったのか。もしこの元ジュニアの子が首謀者だとしたら皮肉すぎる話だな。6作目は、悪魔の KISS だ。本作は1993年フジテレビ系水曜劇場で放送されたドラマだ。また水曜劇場、何かついてるでしょこの枠。焼津から上京してきた中学時代の同級生女性3人組が、性地獄、宗教地獄、借金地獄に落ちていく様子を描く作品だ。おう、尖り散らかしてんな。主演は奥山義恵、深津絵里、時は高子。結構豪華なのでは。当時の時は高子はまだ無名だったがな。それが有名女優になったんだな。これは放送禁止な理由は分かったわ。お、なんだと思う？尖り散らかしてるストーリーよ。それもあるかもしれない。え、違うの？一番問題だったのは、時は高子のとあるシーンだ。あるシーン？時はが演じるマリコがバイトをするファッションヘルスに、最初の客が出てくるシーンで、ヌードがあったんだ。おお、有名女優の初期のヌード、かなり貴重な映像じゃん。寺脇康文が客役だったが、このシーンの撮影時は驚いたそうだ。何がそんなにびっくりしたんだろう。
下着姿で来るとは聞いてたが、まさかノーブラだとは。それはびっくりするわ。なるべく手で隠すようにしてカメラに映らないよう配慮したらしい。その後、時は高子の知名度が上がってな。有名になったよね。時はのイメージを守るため所属事務所が版権を買い取ったという話がある。版権を、そこまでするんだ。版権が買い取られる前の最初の再放送ではカットされなかったが、その後の再放送では該当シーンはカットされてたぜ。版権を買ったから自由にカットできるんだね。時はのヌードシーンもあり、尖りすぎたのもあり、DVD 化もされてないんだぜ。再放送も全然見ないしね。版権を買ってるから DVD 化も事務所が絡むし、いろいろな意味で難しい作品だ。7作目は、僕らの勇気未満して。ちなみに、未満都市と書いて未満してと呼ぶぜ。おしゃれな読み方するじゃん。日本テレビ系の土曜グランド劇場で1997年に放送されたドラマだ。主演は？キンキキッズの堂本兄弟だぜ。二人とも出てるんだ。単独でのドラマ出演はあったが、共演は意外と珍しいんだよな。しかも両方主演級という。ファン必見ドラマじゃん。あと、嵐結成前の相葉雅紀と松本潤も出てるぜ。ジャニーズファンにとってはかなり貴重な作品だね。どういうお話なの？千葉県幕原市で大地震があったとニュースが流れる。幕原市に引っ越してきた友人喜一を探しに大和は旅立つ。一方自称災害ボランティア志望のタケルは幕原地区に乗り込むんだ。災害系のドラマなのかな。ただ、地震というのは政府による情報操作だった。実際には微生物系幕原型に汚染されてしまう。バイオハザードが発生してな幕原市は大人が死に絶えた街になる。つまり未成年だけの街、未満してか。さらに感染拡大とパニックを防ぐために街全体が封鎖されてたんだ。その後、大和やタケルは様々な問題や事件を乗り越えながら大人の不在により治安が悪化して、暴力に支配された街に秩序を築くというような話だぜ。最後に20年後、またこの場所で会おう、と言ってたのが印象的だな。いい最終回っぽい。そして20年後の2017年に本当に新作が出た。再放送はできないけど新作は出たのか。なんかこう、新作込みで再放送はされないドラマだぜ。再放送されない理由は？現在は主にコロナの流行が理由だとされているな。ああ、パンデミック系の話だから、敏感なのか。あと出てた俳優が1999年に未成年で飲酒と喫煙していたと、写真週刊誌フライデーに報道された不祥事があって、ジャニーズ事務所に解雇されたという出来事もあるな。不祥事で解雇された元ジャニーズ、これもこれでセンシティブだね。あと、原作漫画があるんだが、あれ？原作ものなの？最初から原作としてタイアップしたりしてたわけじゃないんだ。どういうこと？途中で作者に連絡があり、設定が似てますが盗作ではなくて、お金を払うので原作者の名前は出さないことをご了承くださいと言われる。ダメでしょそれは。これに対し原作者サイドは金はいらないから名前を出して、と。それでどうなったの？協力者として名前が出たが、原作料の支払いはないぜ。視聴者としてはモヤモヤするね。あと、2017年版を制作する際も原作者サイドに連絡はない。そういうのも再放送しにくい理由なのかもね。8作目は、怪奇大作戦だ。なんか面白そうなタイトル。つぶらやと TBS 制作の特撮ドラマだぜ。特撮、しかもつぶらや、最高じゃん。提供は武田薬品工業のみだが、気合の入ったドラマだったんだ。放送されたのはいつ ?1968 年9月から1969年3月まで。めっちゃ前じゃん。現代社会に発生する謎の科学犯罪に挑む SRI のメンバーたちの苦闘と活躍を、書くというストーリーだ。毎回いろいろな事件が起きそうで面白そうだね。毎回いろいろな怪奇現象が起こるが、それは実は人間の手によって、引き起こされた科学犯罪だというのが特徴だな。つぶらやにしては人間が犯人というのは少し珍しい気がするわ。つぶらやといえば宇宙人や怪獣が事件を起こすという印象があるよな。グリッドマンくらいだよ。私が知る人間が事件を起こす系の作品は、人間が起こすということで社会に疑問を投じるような、思いテーマの話も結構あるんだ。ウルトラシリーズに比べれば地味なんだろうけど、熱烈なファンがいそうだね。未だに根強く愛されてるぜ。そんな作品なのに再放送はできないの？本作は作品全体がというより、一部の話が放送禁止だな。一部の話？第24話狂気人間だ。狂った鬼のような人間って、こと？どういう内容なんだろう。殺人をした人間が刑法第39条第1項心神喪失者の不処罰により、不起訴になる事件が続発するんだ。心神喪失者ってあれだよね。
精神の障害により、自分の行為の是非善悪を区別する能力を、著しく欠いていたり、区別に従って行動できなかったり、そういう人のことだよね。なんでこういうことばっか詳しいんだよお前は。当たり前他のクラッカーよ。法律は知っておいて損はない。そんな心神喪失者が続発するなんておかしいということで、SRI が調べたところ、狂わせ屋というのが関与してることがわかる。その狂わせ屋を追うというお話なんだね。大体そんな感じだ。ちなみに、自らの意思で心神喪失になったことを証明できれば、現実では有罪になるぜ。じゃなければ酒を飲んでから犯行して酔ってたので覚えてないと、言うだけで無罪になるもんね。だから現実とは違う部分があるが、それでも、実際の刑法の盲点をついた完全犯罪というのは深いテーマだよな。それは本当にそう。でもなんでそんな社会的な話が放送禁止の欠番になってるの？精神障害者に関する描写に問題があったため、差別用語が頻発するためという推測がよくされるぜ。差別用語はまあ時代的なものもあるだろうし、扱うテーマがテーマだし登場するのも無理はないかもね。放送コードも昔より厳しいしな。その上当時は差別的意味合いをあまり含まなかったけど、今では差別用語だとしている言葉も結構あるもんね。今日鬼人間は心神喪失を扱うということで人間を狂わせる話になっている。狂わせ屋が何かをして喪失状態にするわけだしね。話の中で問題のある描写や言葉が出てくるのもわかるし、それを問題だとして欠番にするのもまあわかる話ではあるな。特につぶら屋はそういうのに敏感なところだしね。ただ、怪奇大作戦の中で一番好きだという意見もある名作だから、何らかの形でまた見られるといいな。最後に紹介するのは、西部警察2003だ。これは、西部警察だ。西部警察は過去に何度か動画で扱ったことがあるな。大人気のはちゃめちゃな刑事ドラマだよね。刑事ドラマなのに宣伝映像で壊した車の数とか負傷者数とかが、出てくるやつね。その西部警察の幻の続編だ。2003年1月、石原裕次郎の17回忌で石原プロ創立40周年の年。なおかつテレビ朝日開局45周年の年で西部警察の19年ぶりの制作が発表。いろいろ重なりすぎている。そこで復活第一弾として企画されたのがまず2時間スペシャルドラマだ。2時間ドラマ、壮大なスケールで書けそう。同時に連続ドラマも制作が決まっていたんだ。主演は21世紀の裕次郎と言われた徳重聡だ。徳重聡、いいじゃん。滝ひろしや渡哲也などの往年の主要キャストもいるぜ。これは一大プロジェクトだね。石原プロの代表作という扱いだしな。1話あたりの制作費は1億円。2000年代に、庭に1回は爆破という公約を掲げて名古屋の栄でビルを爆発させていた。もうはちゃめちゃ。ただ、その翌日の撮影で事故が起きる。事故？堺市港区のオートバックスの駐車場内で撮影をしていたんだ。中国人密輸組織の構成員を追い詰める中、イギリス製のスポーツカーを運転。お決まりのカーチェイスだよね。ただ走行中、ハンドルを切りすぎたため駐車車両に激突しかけてな。慌てて逆ハンドルを切ったんだが、見物客に衝突してしまった。それで、見物人はどうなったの？男女5人に重軽傷を負わせてしまうぜ。これを受けて事故翌日、渡哲也は制作中止を発表。渡りと撮影中運転していた池田の二人が名古屋市内の病院に入院する。被害者を一人一人お見舞いして土下座で詫びたそうだ。見物人の多くは作品のファンで事故が原因で中止にはしないでほしいと、懇願したそうだが、そうもいかなかったみたいだな。まあそりゃそうなってしまうわ。当人たちが許していても世間が許すかはわからないしね。同時に、完成済みのスペシャルドラマの放送無期延期も決まってな。あれ？でもそっちは放送してなかった？放送されたのは事故から1年後の2004年10月31日だな。完成してから1年後か、どうして出せたんだろう？同年4月に撮影責任者への刑事処分が確定して、負傷者もすでに回復していて、放送への了解も取れたからだ。なるほど、それでほとぼりが冷めて放送できるようになったんだね。連ドラの方は制作中止だからどうにもならなかったが、スペシャル版はこうして日の目を見れたわけだな。というわけで、今回の話はここで終わりだぜ。いろいろなドラマが生まれては再放送されなくなったり、DVD 化されてなかったりいろいろな扱いを受けてるんだな。演者の不祥事もあれば風評被害もあったりして、放送禁止の理由もいろいろだな。風評被害に関してはもうそろそろいいんじゃないかと思うけどね。演者の不祥事も作品に罪はないし、でも今でもアーティストや演者が不祥事を起こしたら作品が、回収されたりしてるからな。世知辛い世の中だわ。
みんなは今回の話どう思った？よければチャンネル登録や評価、コメントもしてくれると嬉しいわ。ご視聴ありがとうございました。